一回冷静に藤浪の成績を見てみようと思う。19試合後先発 1QS、2勝、奪三振率 9.09。ふむ、意外と悪くないな。確かに悪くないように見える。いろいろ隠すなよ。全部吐き出せ。防御率は ?1157。そんな細かく小数点以下表示せんやろ笑い。メジャーって小数第2位まで表記するんやな。デッドボールもまだ4個しかない。意外やな。これが一番不思議や、実は当てないように投げられるんちゃうか。と言っても32イニングで4四球だから8イニング1個ペースだよ。向こうではモツ、デッドボールアーティストってあだ名で呼ばれてるし単純に警戒されまくってるだけやろ。投手編に抜け球めちゃくちゃ行っとるし。ノーヒットツーランの試合もあったな。くさ。一瞬騙されるとこやったわ。少し前の時点で藤浪の日 OPS0.876 もあったらしい。相手全員鈴木誠也みたいな感じか。